良さを上げたいみたいなところがあるんだけど、いややっぱり普通の街でしょっていうようなこと言いたいから、なんちゅうんかな、どんな街にもさ、それなりの歴史とかさ、風俗っていうのがあるわけで、でここだけが特別ななんかを持っとるっていうこと自体がおかしくって、図書館の司書しよったんですけど、ここもね5年になるんです。ちょうどシャッターいっぱい閉まっとって、家賃安いよって言うんで、それで出したんですけど、うん、人があんまり通らなきゃ結構きついですね。これね、文字強度草書って言って、まあ文字でね、いつからフグ料理が始まったのかとか、そういったものも書いてます。面白いですよ。文字を代表する詩人です。私の小中高校までの先輩、西日本文芸ほどきって言って、まあ近代からね、今までこの九州の文芸の歴史が全部網羅されてる。山本作兵衛がね、文化遺産になる前に発売された本で、炭鉱のまあ生活を、まあ、描写してるんだけどね。宇治山鉄平に絵を教えてもらったっていう人が時々お店に来て、これを見て帰るんですよ。